江戸時代後期、明和年間の物語。北関東の小藩、日立牛久部藩。家柄や出自を問わない文字通り腕自慢の剣客集団、お供番剣士衆。かつてその中で最強と呼ばれた3人の男たちがいた。久保田信吾、乾八郎、片岡源五右衛門。一発の凶弾が彼らの絆を引き裂く。スタージャックスがデュマの三銃士をモチーフに送る新感覚時代劇、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。